ホッケーの殿堂はカナダオンタリオ州トロントに所在する建物でその名には単にホッケーと記されているが野外で行われる各種ホッケーというよりは主にアイスホッケーの歴史を保存し検証を行いその発展に寄与するために建設されたものである顕著な功績のあった選手等はこのホッケーの殿堂においてその名を記録保存されることから このようなもののことを概念的にホッケーの殿堂入り選手などと呼び習わすこともある。ホッケーの殿堂の概念は1943年に創設されたものであるが実際の建物が建設されたのは1961年である。この建物は当時カナダ国立展示場の敷地内に置かれた。1993年になると トロント中心部のヤングストリートとフロントストリートの交差点の北西角に新たなホッケーの殿堂の建物が建設された。この建物はブスプレイスコンプレックスを通じてユニオン駅、ロイヤルヨークホテルそしてエアカナダセンターへと連絡している。ホッケーの殿堂入りにあたっては、まず18人から構成される選考委員会にノミネートされ、 次にその委員会で15名以上の賛成を得ることが必要である。各表彰年度において選出されるものには人数制限があり、選手は最高4名まで、ビルダーは2名まで、レフェリーやラインズマンは1名までとされている。また、選手、レフェリー及びラインズマンが選出されるためには、引退後から3年を経過していなければならないとされている。しかし、過去には、 その活躍が特に顕著であったために、この待機期間の原則が適用されなかった選手が10人存在する。なお、ウェイン・グレツキーの受賞以後、この待機期間は強制的なものとなった。以下のリストにおいて、名前に付された括弧内の西暦は、殿堂入りした年を示し、続いて選手は、1000、ビルダーは、美、レフェリーまたは、ラインズマンは、チンと略記している。 ありがとうございます。